はい、本日はですね、僕のオリジナルブランドの売り上げ発表していきたいなと思います。ということでこちら毎月恒例の売り上げ発表ということになってるんですけども、世の中見てください。こんなことしていてますか。まあバカなんですよね。売り上げを自分のブランドの売り上げ発表したりとか自分の支払いを発表したりするやついてません。ちょっと頭おかしいんですけどもね。まあそれでも相変わらず応援していただいてる方っていうのはいらっしゃいますので、そういう方のに向けてね、あ今月こうでしたよとかね、あ来月こうになりますよなんていう話をねしていきたいと思ってますので、これはね継続させていただこうと思いますが、もう早速ですね売り上げをまず発表していきたいなと思います。余計な話をしてたらですね、どん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 皆さんに離れていかれますので、余計な話はするなと言われておりますが、そういうこの話が余計なんですけどもね、見ていただこうと思いますので、こちらの横の画面に見ていただきます。はい、ということでね、いつも通りのベースの画面です。ベースって言ってそのオンライン画面なんですけど、こちらのねデータの方で見ていきましょう。ではですね、先月の売上が確定しておりますので見ていきたいなと思うんですけども、ちょっと電波が悪いのかな、出ました。はい、ということで2022年の5月の売上っていうのがですね、なんと、404万円ということで、404万9300円の売上をいただきました。本当に皆さんありがとうございます。これはですね、まあ後でも喋るんですけども、こっから支払いに行きます。なのでこれをこの皆さんに買っていただいたお金が日本の雇用につながったりとか、日本の人のお給料につながってるっていうのがね、いつも言ってるんですけども、そういったことで400万円売り上げいただきましたのでありがとうございました。ではですね、このベース内で売り上げ何位になってるかということなんですが、僕言ってますよね、100以内を目指すますということで言ってるんですけども、かなり見えてきました。本当にこれは皆さんのおかげでございます。100以内っていうのはほんまに全国トップ100っていうとかなりね、すごいかなと思うんですよ。いやそれはね僕のおかげじゃなくて皆さんのおかげなんで、ありがとうございます。じゃあ順位131位ということで、めちゃくちゃ上がってきております。ありがとうございます。1年前まではねほんま4000位とかっていうところで100なんか到底無理やと思ってたんですけども、なんとですね131まで来たっていうことなんで、もう年内に100以内入りたいなと思います。もうこれはもうマストでねクリアしていって、その次はね10以内っていうのをね目指していこうかなと思っておりますので、今後ともね皆さん気に入ったのがもしあればですけども、よろしくお願いいたします。ではですね、次はですね皆さんからいただいたレビュー、どういうお声があるんかとか、いやでもこれ微妙やでとかっていうお声もね、そういうの見ていただきたいなと思うんですけど、まずはね、半数のポケティとかあるんですけども、162cm68kg で、肩幅結構あるんですけど M サイズちょうどいいぐらいでした。素材が柔らかくて着やすくて素晴らしいですというね、本当にありがたいお言葉いただいたりだとか、それ以外にもですね、このクオリティでコスパ最強ですっていただいてね、 T シャツの方、お声いただいてたりだとか、あと面白いのありますね、この財布の人なんですけど、小銭入れ、多分別の小銭入れなんだけど、誤って洗濯機に突っ込んでしまったため、せっかくなので新しくしようと思い、購入しましたということですが、電子マネーをね普段メインにされてるらしいんですけど、まあ免許証とかちょっとしたカードとかもね、カードが一応3枚入れれるにはなってて、合計 1,2,3,4,5 枚は入れますということになってるんでね、そういう風に使い勝手もいいですって言っていただいたりとか、あとボディバッグですね、商品無事到着しました、初見は蕎麦屋の出前点点点でしたがということで、まあ高田さんこだわりがあったんですねということでね、いただいてある蕎麦屋の出前っぽかったんかな。他の方もねボディバッグあって、無事届きましっていうことで、ターが多分抜けてるんだと思いますけど、姫路レザーの質感とってもいいですということでね、気に入っていただいたりしてます。でボディバッグのね台の方もいただいてます。レザーの質感、縫製、スタイル、すべてにおいて素晴らしいと思います。これで1万円はってなといういい買い物ができましたということで、皆様の努力に感謝いたしますということなんで、本当にね工場さんもこういうのを見てね喜ぶと思います。実際僕のこうやって YouTube をね見ていただいてるんで、あ俺が作ったやつがそういう風に思われてんねやとかね、あ私がこうやって縫製して作業やったやつがいいように思われてんねやっていうのをね、本当は喜んでると思いますので、僕からもねお礼言いたいなと思います。ありがとうございます。ではですね、次が支払いですね。あんたいくら払ってんのというところでね、支払いを見ていただきたいなと思うんですが、ではですねまずは1枚目こちらズドンということで、こちらはですね、89万6236円ということで、だいたい90万円ぐらいね、発注させていただいたりだとか、次はですねこれはですね82780円、これは木ですね、この木箱、これは僕のポケットマネーで、ね、出してるやつなんやけども、 T シャツとかロンティーとか買っていただいたらね、この木箱に入ってると思うんですけども、まあ、この木箱ね使い方としてはね、まあなんか中とかにお子さんからいただいた手紙とか、なんかそういう大事なものとか、あとは銀行の通帳とか、そういうものをね保管していただいてね、二次利用していただいてもいいんですけど、まあ、とにかくこの木箱もお金かかってますので、捨てていただくよりかはね再利用していただいて使っていただけると嬉しいなと思いますので、こういった木箱代もありますし、それ以外にやったらですね、次はだいたい39万6000で40万ぐらいのありますね。
そしてその次がですね67万7160円ということで、だいたい70万円ぐらいですね。そしてですね、まあ、次が136950円ということで、僕がね全部こう依頼して、でそれに対して納品していただいて、ちゃんとお金を払っていくというスタイルでやらせていただいておりますので、まあだいたい200万とか、まあ、300いかんぐらいかなと思うんですけどもね、まあ、そういったことでね、こういった追加の商品、もうなくなった商品を追加するときにこうやって発注させていただいていると。で新作は新作でね、また別で作ってるんですよね。で次に新作の話になるんですけども、このねマウンテンパーカー、僕着てるやつ50着限定で売れますか売れませんかなんて言ってて、それがね、まあ、まだもうちょっと先なんやけども、また仕上がってくると。でそれの縫製してる様子を7月に見に行きます。そしてそれを動画にしますので、ね、また楽しみにしていてくださいということがあったりとか、半袖もね、僕が普段動画で着てる半袖のやつあるんやけども、まだ動画作ってないんですけどね、ちょっともう完売してるサイズもちょっとあるんですけども、次は、来年の夏に出しますので、来年の夏まで待ってください。でその次がですね、このアルパインライトパンツをベースにして、ちょっとスタイリッシュな感じで履けるような黒パンっていうのを用意しました。これももちろんアウトラストです。なので年中履けるし、なおかつ細身というか、こうスキニーほどベタベタじゃないんやけども、足が綺麗に見えて、なおかつ快適な温度で履けるようにアウトラストを使用してますということで、ウエストもねちゃんとゴムにしてますので、脱ぎ履きも楽ちんですしね。そういった毎日使うこと考えてね、こうやって作ったりしてるんですけども、それ以外にあとサングラスであったりだとか、あと和紙を使った紙パンツっていうのがあるんですね。紙っていうのはゴッドの紙じゃなくて、紙っていうのはあの和紙の紙ですね、ペーパーの紙っていうことと、あとはゴッドの紙をかけて紙パンツっていうのがねまたあったりするんですけども、まあその辺もね楽しみにしていただければいいかなということで、まあ商品の詳細がね、もし気になる方はね下の説明欄から見ていただければいいかなと思うんですけども、まあ、やっぱ僕一人でねいろいろ発注とかしたりしてるっていうのもありまして、なかなかこう在庫がね追いついてないものもあるんですけども、まあその辺はちょっと気長にね待っていただければ嬉しいかなということで、本日はですねオリジナルブランドの売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。